前回のイペコッペは薩摩仙台市の甲冑工房丸竹さんへ。これ全部手作業ですか？そうです、すべて手作業です。めっちゃテンション上がるね。すごい。どこあります？アニメコーナー。この屏風の向こう側に。今回は戦国武将展示館をご紹介。何なのこれ。どんなスイッチの切り替えなの。鹿児島県伝統的工芸品に指定されており、国内外から高い評価を得ています。意外と知られていない丸竹さんの歴史とは。ここで注目していただきたいのが、この丸竹さんは、実はもともと甲冑工房ではなかったんですよね。何？そうです。もともとは鎧製造メーカーではなかったんです。じゃあそこクイズにしましょうか。お、さあ 何屋さんって言いますか。 何のお仕事。はい、丸竹産業さんの竹の字が今は武士の部なんですけど、この時創業時の看板が竹林の竹、なので。お、なので竹の子屋さん。竹の子屋さん。あ、いいでしょう。まあ、じゃあ竹の子屋さんね。はいはいはい。ですよね。まだお腹空いてる感じ。じゃあ先生の整理を、推理を聞きましょう。私正解出しちゃいますよ。あ、一回じゃあ正解かどうか置いときましょうね。この布がヒントだと思う。お、見てください。この、漁師です。なるほど。では、たのちゃんさんから正解の発表をお願いします。漁師もいいですね。いい線いったねっていう。いい線いきましたね。あ、タケノコの方は。タケノコの方、タケノコも食べてたかもしれない。食べてましたかね。はい、タケをやっぱり取りに行ってたので。ちょっと惜しいぐらいですか。ちょっと惜しいぐらいですね。はい。釣り竿メーカー。え？うん、じゃあ。いやいや、あったね。あなた漁師って漁師って言ったから。釣り竿を買って。そうそうそう。釣る人だから。え、違う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 、当てない当てない。当たってないから。あ、でもよく見たら、そう、竹材問屋って書いてあります。そうよ。で、だから姉さんが言ったその竹って感じが今と違うっていうのはかなりヒントだったの。なぜ甲冑工房になったのかというお話。はい、そう、釣り竿も売れなくなってきてしまって、グラスファイバーされまして。グラスファイバー、はい、今の、まあ、滝じゃないですけどね、ですね、それが出だして売れなくなってきて、倒産で、趣味だったのがいろいろ兜の収集、骨董品の収集だったんですよ。で、それを、映画会社の、当時は本物を使って撮影をしてて、レプリカの鎧を作る会社さんを探してたんで、祖父がこう作り始めたので、お声がかかって、だから趣味から派生したっていうところが面白い。趣味でもそれだけのクオリティの高いものを作ってらっしゃったから、それに目をつけたということですよね。そうです。これすごいです。深草さんに着用していただいた武田信玄南蛮甲冑です。上杉謙、武田の、ちょっと待って、これどうやったら武田信玄なんだ。謙信です。もう一回やりましょう。いや、全然いいです、今のままで。武田信玄って言ったよ。ここにも武田の字書いてない。どういう…ライバルに言っちゃった。何？でもこれあれですよ、ってことですよ。トップが来たってことは。残りがお探さないの。あ、いい匂い。いい匂い。ちょっと見て、田上さんの顔。あ、じゃあ何の回なんですかね、これ。残り顔を探す回。
お手あふれないようにお願いしますね、皆さん。今年の1月27日に公開されたレジェンド&バタフライです。で、使われたんですけど、使われました。作ったやつを、弊社が作ったやつを、カブトの原型はこれなんです。はい、これが原型で、これを送ったんですよ。で、これをちょっと向こうの東映さんが、美術さんが少し手直しをしてエイジングして使われたんです。本物だ、すごいです。すごいですね。東映創立70周年記念の映画です。こっちの赤いやつは何ですか？こっちは地名っていう映画の、お、市川海老蔵さんと瑛太さん。結構ね、キャストすごいんですよ。いや、超豪華ですね。すごい。はい。この絵は、常滑正義さんっていう方が描かれた、鹿児島近郊湾の油絵で。お、お、お、何かを発見。お、お、これ今のやつ。あ、見つけましたね、ついに。これはまさか。そうです。デースに送ったものと同じモデルです。すごい。大谷さんもホームラン打ったら頭だけかけてるじゃないですか。あれって一式送ったんですか、はい、それともカブトのところだけ。最初はカブトのみを送って、で、先月でしたっけ、先々月、はい、ジャパニーズヘリテージデーのイベントの時にはこの一式を送りました。全くこれでしょ。へー。では、お、早速キキラピンです。さりげなく、全然さりげなくないけどド派手よ。これは豊臣秀吉、秀吉モデルのお客様の特注。実際にこれはこの頭についてるのは元からあって、じゃあ豊臣秀吉の時代からあったんですか。秀吉が下は別で作ったコスト、このバレンっていうのは残ってて、じゃあこれはちょっと重そうなのをかぶってたじゃん。すごい、これが一番好き。めっちゃいい反応した。これ一番好き。これは福島正則。1,9,100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 
あ、こっちも、あ、これもいい。ね、浅井さん、浅井さんも。何それ、浅井さん。好きな甲冑の種類はさ、うん、どういう感じなの？色合い。色合い。お、色合い、あ、色合いね。まとめてであれば、多少割り引きを引くから。あ、そうなんですか。で、あの、なんか、ともちゃんが共同でおっしゃってた。10万。あ、88万。なんか、120万見た後に88万見ると思う。だけどするな。だって88万で浅井長政になれるってことでしょ。そうです。そうですよ。安いもんじゃん。これご存知で。読んでる読んでる。読もうとしてる。男。男。男性。男性。あっさ。髪の毛ですよね、これ。え？え？本物ですよ。え？誰の？知りたい、知りたい。中国の、なんて人だったかな。え、人名わかるの？あ、え、当時のこれを髪の毛つけて？すごい。だって羽、え、これクジャクの羽ですか？これ山鳥の。山鳥。尺っぽい。これあのおじいちゃんおばあちゃんの玄関先に取り、はい、ありますあります。そうそうそう、いいなー、森の隣。いいなー。これ今日何、先生が甲冑を買うのを見守る会ということで、どれにしようかなみたいなね。これだと、そう、
髪の毛ほとんど被ってきた場所ね。被ってはないんですね。とうとう来ました武田信玄。あ、来ましたね。うわすごい、豪華絢爛。上杉謙信じゃん。豪華絢爛。あ、このイメージです。このイメージあります。あります。すごいすごいお値段です。すごいです。豊富。いやすごいな。獅子の絵が描いてある。本当だ。3頭。頭にシーサーいる。うわ本当や。もうやっぱさ、昔から獅子はもうちょっと神みたいな。いやもう怖い怖い生き物、どう猛な生き物みたいな。まとってると強く見えるっていうのがあったんです。うん、あったかもね。すごい。あ、待って、金色。あ、ちょっと待って、最高ね。最高金額じゃないのこれ。うん。そうかも。来ましたね。600万。大友さんです。はい。今までの最高金額の鎧はここにはないですよ。1200万。なにこれ、なんて書いてあるの。あ、なんかアムアミダブス。へぇ、すげぇ、読めた。よかった。上杉謙信って言わんかった。上杉謙信なんかこれ前ってチョコの感じ。前ってあの前、あ、前役除けの意味。あ、じゃあ家紋ではない。家紋ではない。なるほど。だからいろんな甲冑が座ってる。ここにもシースターあります。本当だ、ヒゲ生えてる。シーサー、シーサー、ドラゴンに見えたけど、うん、なんか長そうなイメージ。しかみ、しかみ、あ、西原商会あります。え、西原商会カラーの企業甲冑。え、コラボですか。え、あ、ここ西原商会の、うん、あ、そうそうそう、これがオリジナル。これはなんかイベントで来たりするんですかね。いや、来てないですね。あの本社に置いてありますよ、西原商会。西原商会のトラックですよね。で、同じものってことですか。これもあります。本当だ。作ってもらったらね、いっぺこぺ。確かに23万からお作りいただけるということなのでね。あ、クラウドファンディングしましょうかね。一人一かけ。いいですね。萌えささんのポケットマネーでね、ぜひね。メンバーからね。メンバーからで一人ずつ。一本全員甲冑着たさ動画で。うお。で流しそうめんしてもらう。時代錯誤がすごい。1本動画撮るだけで制作費何百万円かもしれない。いつか実現できたらいいな。次回で丸竹さん特集は最終回。お待ちかねの甲冑着付け体験も。次回の動画もお楽しみに。